亀沢京平は、岡山県津山市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。津山市立鶴泉小学校から津山市立中道中学校へ進学し、軟式野球を始めた。岡山県作陽高等学校に進学。3年夏は、第88回全国高等学校野球選手権、岡山大会3回戦で敗退。甲子園出場経験はなかった。 高校卒業後は、設立初年度の関体平洋大学に進学、中国地区大学野球連盟に加盟した、同校野球部に帰生として入部した。大学に進学したのは、高校2年の秋に、地元岡山県で開催された第60回、国民体育大会を見学した際に、田中正宏を見てプロは自分に縁がないと思い、教員を目指したためである。四部リーグから、 リーグ戦24連勝を記録し、3年次の春には一部リーグ昇格を果たした。4年次の春には一部リーグで初のベストナインに選出され、秋は総部4年目で初優勝を達成した。11月の第41回明治神宮野球大会にも出場を果たし、2番遊撃手で3打数に安打1、盗塁だったが、初戦の神奈川大学戦に3の4で敗れた。 大学の同期には尾博俊、小中弘都氏、二年後輩には、又吉河月、松本直明がいる。プロ志望届を提出するも、同年のドラフト会議では、指名漏れとなった。その後、四国アイランドリーグプラス、香川オリーブガイナーズの非公開トライアウトを受験して、合格し、大学卒業後に入団した。香川では一年目ながら、遊撃手のレギュラーに定着し、 一番打者として打率。303、3本塁打。21打点の成績を上げ、リーグ2位の26盗塁を記録した。福岡ソフトバンクホークス3軍との交流試合でも活躍し、スカウトの目に留まった。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから育成2位指名を受けた。12月12日の新入団発表にて、 背番号は124となった。ソフトバンク時代2012年、ウエスタンリーグ公式戦では、育成選手ながら開幕戦から出場。塚田正義の怪我による、事態のため補充選手として選出され、7月19日に、ハード・オフエコスタジアム新潟で開催された、フレッシュオールスターゲームに出場した。二軍では46試合に出場したが、打率21、213。 7盗塁に終わった。10月6日のファーム、日本選手権に代打で起用されたが、無安打だ,だった。2013年、オープン戦では3月5日から、ベンチ入り。3月8日から、代打、ソー、守備などで、オープン戦3試合に出場した。2軍で98試合に出場し、規定未到達ながら打率。310、出塁率。 364と結果を残した。盗塁は14とリーグ4位だったが、盗塁差しはそれを上回るリーグワーストの17だった。10月6日のファーム、日本選手権で二類手として途中出場したが、無安打だった。2014年、に軍では106試合に出場。初めて規定打席に到達し、リーグ10位の打率、279を記録した。 リーグ3位体の3塁打5本を打ち、投塁成功率も改善した。10月6日のファーム、日本選手権で7番3塁手として、先発出場を果たし、2度出塁したが得点には、つながらず、守備でのミスが、同点につながった。10月31日、育成選手として3年間在籍したための規約に、のっとり、自由契約が公示された。ソフトバンクは、 育成選手として再契約する意向を示しており、周期キャンプに参加させていた。しかし、中日ドラゴンズから支配下登録選手として契約することも視野にオファーを受け、承諾した。2014年、中日の周期キャンプにテスト生として招待された亀沢は、11月14日の J プロジェクト公式野球部とのプロアマ交流戦に2番にいる一種で先発出場し、 三打数に安打と結果を残した。11月18日に中日ドラゴンズが亀沢の支配下登録選手としての獲得を発表した。背番号は53。オフの周期キャンプでは二軍監督の佐伯隆博と相談し、バッティングフォームを大きく変更し、当て逃げからしっかり振り抜く形とした。2015年開幕1軍を勝ち取り、3月29日に1。 軍発出場を果たすとその試合で4安打を放つ活躍を見せた。その後も二類種としてベテランの荒木正宏と併用されながら試合出場を続け10月7日の最終戦の広島東洋カーップ戦まで一度も抹消されずにシーズンを終えた。一軍、二軍の入れ替わりが激しい中野手では開幕から一度も抹消されず一軍に残った数少ない選手である。 11月17日の契約公開では、名古屋球場に隣接する選手寮で契約公開交渉に臨み、約440万円から355%増の約2000万円で一発サインした。2016年、荒木から二塁手のレギュラーを奪うには至らず、前年よりも出場試合数は減少した。11月9日の契約公開では10%ダウンとなる。 推定1800万円で契約したが、記者会見での第一声でサインしませんでしたと述べて即座に訂正するパフォーマンスを見せ、試合中のベンチにおけるムードメイキングなどは評価を受けたと述べた。2017年は二類種でスタメン出場する機会が増え、7月18日の時点で75試合に出場して打率、293を記録していたが、 同日の対読売ジャイアンツ戦で、総類中に左膝を負傷して19日付で、登録を抹消された。8月29日に復帰するまで約1ヶ月余り、出場から遠ざかった。2018年は、中日入団後最多の110試合に出場。そのうち先発出場は28試合だった。二千十九年は、新人のネオ・アキラの加入で内野のポジション争いが、 想定されることから、外野を守ることも想定していると前年オフに報じられた。2019年は開幕一軍入りしたが、打撃不振で4月8日に登録抹消された。同年は、安倍久喜が2類のレギュラーに定着したこともあり47試合の出場に止まった。10月1日、戦力外通告を受けた。11月12日に、 大阪式信用金庫スタジアムで行われた12球団合同トライアウトに参加し、5打席で2安打4出塁を記録。第5打席目は、青山大輝から左中間へ、敵地3塁打を放ち、スタンドから大きな拍手を受けた。12月2日に自由契約公示された。2019年11月21日、2020年より指導する沖縄発のプロ野球チーム。 琉球ブルーオーシャンズに入団することが報じられた。報道の前日には、自身のツイッターで、次なる新しいステージに、楽しいことしか待っていない気がする、と、挙手が決まったことをほのめかしていた。2020年1月20日、内野守備コーチを兼任することが発表された。2021年2月5日、この年も引き続き、琉球で兼任コーチとしてプレーすることが決まった。 2021年9月1日自身のツイッターで8月31日をもって現役引退したことを表明、球団からも正式に任意引退が発表された。2021年9月17日、地元岡山県の社会人野球クラブチーム昭和コーポレーションの臨時コーチに就任したことを報告した。50メートル走のタイムが5秒8の瞬速と、 堅実な守備が売り、独立リーグ時代は3割26投類で、1塁までの到達時間は4秒未満だった。足を活かして、セーフティバントも仕掛けるほか、ヘッドスライディングも多く見せる。香川オリーブガイナーズでは元、近鉄の前田中節コーチから、マンツーマンで、守備指導を受け、亀沢も衝撃が大きすぎました。一つ一つの教えが、レベルの高いものだった。 と述べている。中日入団が決まった際に、同級団で1年目からブレークした、大学、独立リーグ時代の後輩である又吉は、ウィンターリーグ派遣先のドミニカ共和国から亀沢に連絡した。チーム内では、ムードメーカー的存在で、チームメイトの平田亮介や遠藤一星とともに、得点が入ると、カメラに向かい、パフォーマンスをすることがあった。 2016年はパフォーマンスを封印したが、同年11月の契約公開後の記者会見では楽しく野球をしたいという理由で再会する意向を示した。2016年1月に幼馴染の女性と結婚したことを公表した。2017年4月12日に NPB 公式戦で初の本塁打を記録したが、この日が妻の誕生日で試合前に 本類だのリクエストがあったという。右投げだが、聞き手は左である。東京ヤクルトスワローズのマスコットであるツバ、クローを見かけると体当たりして、ハグをしたりなど、仲の良さそうな様を見せている。2019年オフに、亀沢が、中日から戦力外通告を受けた時にはツーバクローが、ブログを更新し、まだまだやれるっしょ頑張れ亀ちゃん。いつでも、応援してるよ。 とエールを送られている。ありがとうございます。